い、というわけで後半戦スタートします。はい、イエーイ今日も若いね平山、前半は、はい、平山がトントンぐらいで、はい、私が今3400万円ぐらいか出てる。もうめっちゃいい感じです。乗り打ちとしては最高の。出してよ頑張ります。ちょこちょこ当たってんだけどね、伸びないんだよね。そうなんですよ、上乗せが全くできないんですよ。前期も3連でしょ。はい、まあ普通だけど、しょぼいまあこのままとりあえずは新鬼を打っていきたいと思いますので頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ニコラジ動画このもの、ここのモハンがね、気になってたんですよ。私のこう裏側にあって、結構箱が見えてたんで、さっき別名ありましたけどね。あとね、何気にバラエティコーナーが結構出てるんですよ。バラエティも入ってるんですかね。あら、パンツを出た。これはまさかの全員出てますよ。これはもしやニコニコさんの得意な塊ってやつですかここか。でも北斗もなんか出てますね。ここ一体なのかもしれない。これなんすか、秘宝殿、秘宝殿オス番長マジです。新鬼は全体的に出てますよね。どうなんですかね、結構な勢い出てますけど、もしかしたらここもあるのかもしれないですね。ニコナニ、はい、というわけで後半戦スタートしたいと思います。今のところいい感じなんで、このまま打ち続けようと思っております。はい、それでは5連目からのスタートいきます。そういえば今 67% 以上確定ですもんね。67とは言わずに80以上あってほしいな。ヤブミが出なかったら大丈夫かな。よし、継続です。あれ怖いな。どうでしょう。早期あら、3706万円終わりでしょうかね。いきます。終わりだ。6連です。全長きた。これで外れて100球ですね。ラストチャンス、逃したくない。
いいじゃん。すまないね、やだやめて、閉じ込めないあー終わった、天国抜けた。ニコナニ、はい、ということで後半戦も引き続き鬼武者で、頑張りたいと思います。皆さんが連チャンしてる中、うちは上からコインを下ろすところからスタートさせていただきます。でも1000いかないようにとりあえず鬼の試練で引きたいです。頑張ります。よし、お、あー、お、入ったやったこれは得意だな。一回転で入りました。ジャックチェリーから。ダメだ。なかなか続かないですね。結構弱チェと追加引いたのにダメでした。お、追加。あ、これだけにすればいいですか。緑か。ダメだ。ダメだ。ダメだ。お、継続だ。サンダさん。ちゃ、お、でかい。お、やった。チャンス目で入りました。これは引けるな。この後がダメなんだよな。ダメだ。
お、続いた。やった。やっぱ 50% だろうな。これは乗りそう。赤だ。あもう乗った。お、赤い。あダメだった。お、なっていきます。お願いしますよ。まあ、このゲーム数の振り分け引いてるの自分なんで、天井行ったら自分のせいなんですけどね。スイカから発展したけど、まあ関係ないですけど。緑か。お、カットインが強めからのナイト。あー怖い。そろそろ強ロックスイカ引く時間じゃないの。引きたいです。覚醒の試練引きたいです。下皿がなくなったでござる。お、降格いったばっかで、ね、まあ、確定ではないですけれども、おそらく降格ですね。ここお願いしますよ。これ外すと痛い。来た来た来た。さすがに外さないわ。まあ1日3でも 60% 以上ですからね。降格の境地は今430。さあこれで解除しないと大幅にもありますからね。頑張れ。おお絶対外したと思ったら今1位しか出てなかったのに当たった。やりましたよ。嬉しい。
お、紫でした。高学生がレオナ戦1回ぐらいしたいんですよ。そうき、あーあらららららら、あ単発だー、なんだー、ニコナニ、わかった。お、赤い。これには行くんですけどね。ダメそうだな。ダメそうだな。頑張るぞ。10ゲームでベルを引けばいいんですね。なんかやばい。こんなに引けないもん。4分の1ですもんね。しょうがない。100か。悲しいですね。
まあいいです。ダメだ。おー、止まった。別。これ引かなきゃダメなんですよね、でも。学生の試練入ったんですけど、引かなきゃダメなんですよ、ここで。女の子ダメかな。あーダメだ。ダメだ。ダメだ。ここは引きはいいですけどね、あとがダメだ。ダメでした。追加で溜まったから50かな。これは勝つから次だ、次だな。あれ？勝たなかった。勝つと思ったんだけどな。いやー、いろいろ引けたんですけどね、チャンスを全部生かせず。それでも1215枚3連チャンで出ました。でもなんとかなんとかかんとか、この桜のやつ、いや、あんなにベル引いたんだから1回ぐらい乗ってくれてもよかったんですけどね。残念。ニコナン、お、今、あ、ヒョウハラだ。
暑いぞ。もう一回ヒョウ柄で知ろうか。これ大丈夫？まだ100機にいるよね。よし、次のゲームで連続エースに発展したかったら電池を本電池を確定です。発展する。でもこれか。お、銀メタトロン来ました。またまた天国ですよ。よし、左から。よし、えい。またスイカ弱い演出できた。何やってんの、ソーキー。あ、あ、いけた。よし、なんか弾けないですか？やぶみ出ないな。おお。来ないよね、弱者だから。展開。あら、ダメか。あ、2連。後半調子悪いですね。ニコナン。なりました。
ーダメだ。お、開いた。もうなんか継続率いいかもって思ってない時ほど続きますよね。じゃあ終わりかな。終わりだな。だいたい3連ですね。3はい、ということで128回転抜けたところで実戦を終了したいと思います。まあ、皆さんにはとても及ばなかったですけれども、乗り打ちなのでちょっとは貢献できて、個人的にもプラスで終われたので、とても満足しています。お疲れ様でした。ニコナミ、あれストックがある。あれなんか引いたっけ。あ、強制引いてなんで AT 中に引かないんだよって文句言ってた。それか。次か。ここだ。いいじゃない。あの強制も意味がありますか。プレーだ。おお、やった。おいっと。高学習じゃなかったのかな。ああ。おー、赤文字出ましたよ。またこんなに赤文字見ることないですよね。67倍以上か。また継続確定で、やった。はい、継続です。やっぱ後半引き弱いな。全然乗らない。後半入ってから3回目の AT で上乗せ10のみ。おお、お、継続。3連目も何もなく終わったか。
お、よし、あかね頑張った。4連目も何もなく終了。そしてヤブミが寒かった。相手がパパだから。わうわ、やったね、パパ倒して。来たか。あー、そっち。おっ、やった。今日初連チャンはいいですけどね。今日バスが弱いよな。おっ、左から。あーあーっと引いた。後半2回目の上乗せ。10、10です。あっ、よし、外すこともあるけど。あはは、外した。ああ。お初、よーし。67% だったらそんなもんすね。むしろ多いですね。ニコナン、はい、というわけで実戦終了しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。勝った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 。2人して、はい、何枚勝ったの。投資が800枚で回収が1573枚で、プラス773枚です。私の方が投資が550枚で回収が3898枚、収支がプラス3348枚なので2人合わせると、はい、ね、5471枚回収で収支がプラス4621枚です。うわ、やった、よかったね。本当ですよ、よかったね、ありがとうございます。ちょっと完全に設定を見抜くのは厳しい、まあ、特に AT が私多かったんであんまり通常に回せてないからですね。そうなんで厳しかったけど、まあ、効果低下だったら絶対こうかなっていう感じは、はい、良さそうな。というわけで今日はこの後そこの鶴橋の焼肉、おー焼肉いけるね、高級焼肉、2人で大勝利ということで、はい、今回は終了となります。次回ですね、なんと、うちと塩姉が、実践させていただきます。今回じゃない、次回はパチンコです。はい、すごく緊張したので今回はスロットで。緊張してるようには見えなかったけど本当ですか。何言えばいいか分からなくて、本当隣だったからね、喋ったりできたから良かったけど、うん、楽しかったです本当。はい、じゃあ私も次回は平山とパチンコを、あ、パチンコ行きましょう、できたらいいななんて思ってますけどね。よろしくお願いします。また、はい、また次回もぜひ見てください。それではさようなら。今回実践に協力していただいたのはニコニコ鶴橋店。
JR 鶴橋駅中央改札口出て左にすぐ、スロット148台、最高級のおもてなし、チョメダル引き出し無制限、随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。